実質休みなしでやってた状態だったんですけど、僕の売り上げは下がったんだけども、スタッフの売り上げは上がったんです。これが経営者の仕事かと。はい、どうもカズです。では今日も動画撮っていきたいと思います。山木くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどうしましょう。今回なんですけど、前回売れる美容師になるお話、職人系のお話、伺ったんですけど、売れてたわけじゃないですか。売れてましたね、ぶっちゃけ。でも今、脱職人したわけじゃないですか。ゼロですね。ですよね。売れてた時ってどうやって脱職人したのかなってちょっと気になりまして、脱職人した流れを今日はテーマにお話しいただこうかなと。なるほど。僕がなんだかんだ言って売れてる美容師だったと。そうですよね。そこから今ゼロになったと。はい、その流れですよね。そうです。もうちょっと具体的に、ハサミ置きたいなとかってやっぱ思ってる方もいると思うんで、そのためのチャンネルです。そうですね、はい、具体的に動画でお話したことなかったと思う。そうですね、はい、その話をしましょうか、はい、山木くんが入ってきた頃にはもうゼロだったそうね。そうです。僕がカズさんハサミ持ってるのは見たこと、見たことがないですね、はい、実は売れてる美容師だったんで。そうです、ね、説得力がないと思いますけどでも当時は遅番でやってて、午後2時から受付して深夜0時まで受付する形で、週1休みでしたね。その時は定休日だけ週1あって、でスタッフは他に各週で休めたけど、僕自身は週1休みで、深夜0時からカットとかパーマとかもやってたんで、12時間ですかね、行ってますよね。毎日カツカツなぐらい出てましたから、手荒れもひどくてきつかったんで、この時3店舗ですね、あったんですよ。3店舗の管理もしながら、休みの日に銀行行ったり買い出し行ったり打ち合わせしたりやってたんで、実質休みなしでやってた状態だったんですけど、そこからまず何やったかというと、1日に出る時間を減らしました。半分近く減らしました。休みを増やすじゃなくて時間を減らした。時間枠を減らしました。はい、10時間以上ですね、枠を取ってたところを半分5時間です、遅番で夜は埋まるんで、午後6時ぐらいから予約を取る。そういう感じですね。6時ぐらいまでは早番のスタッフがいるから、かぶる時間に出るのをやめる。なるほどです。スタッフ帰ってからやろう。はいはい。まず半分ぐらいに減らしました、1日の時間を。一気にボンと減らしたって感じ。そうですね、予約入っちゃってたところはしょうがなかったですけど、空いてたとこ埋めちゃって、次の月から前半は埋めちゃって、後半だけしか取れない状況ですね。結構気になる方いると思うんですけど、ちょっと突っ込んじゃうんですけど、はいはいはい、売り上げはやっぱ下がるんですか？もちろん僕の売り上げは下がりました。半分ぐらいに下がったかな。いきなりじゃないですね、ちょっとずつですかね。あ、そうか、はい、実際労働時間半分なんで、半分になった時には売り上げも半分になりましたね、半分になるまで何ヶ月か経ちましたけど。なるほど。先に予約入っちゃってたんで、はいはい、僕の売り上げは下がったんだけども、スタッフの売り上げは上がったんですよ。要は会社の売り上げとしては上がったんです、思い切って半分減らしたら。それどういうからくり？それと同時に値上げをしたんですね。料金改正で仕組みの方を着手してたんで、集客もうまくいって、僕は売り上げ減ったんだけど会社の売り上げ上がったんです。それすごいですよね。そう、めっちゃ魅力ですよね。10人ぐらいはスタッフいたんで、別に俺いけるなってそこで分かったんですね。減らしても大丈夫だと思って。絶対そこが気になる人が多いですよね。一応対策ですね、単価上げようっていうことで、料金改正の施策は先にやってました。施策を起こした時に動き出す、同時にって感じですかね。それがあったんで、僕が売り上げ減ったけど会社は上がった、つまりスタッフの売り上げがかなり上がってるんですね。すごいっすね、これが経営者の仕事かと。そこでやっと分かったんで、そこで実感したんですね、はい、お客さんは全員断ってるわけじゃないんですよ。枠はあるから、先の予約になっちゃうけど取ってくれるから、まあ、どうしてもカズさんがいい人は半分ぐらい減らしたところでそんなに失脚はしなかったと思うんですね。他のスタッフにカズさん空いてなければ、はい、みたいなのもあるっていうのも言っても、意外とお客さんは流れなかった、2ヶ月先でも取ってったっていう感じ。なるほどなるほど。一つポイントとしては、オーナーのお客さんってあんまスタッフやりたがらないんで、基本的には引き継ぐことはあんまりおすすめはしないです。オーナーが好きでお客さん通ってるんで、得策ではないと。スタッフは新しくお客さんつけてあげないといけない、そっちで売り上げ出すことが大前提。その上で引き継げれば引き継いだ方がいいかなっていう重要度の違いは。なるほど、なるほど。結構重要度低めな。そうそうそう、自分のお客さんをスタッフに引き継がせようっていう、そっちの重要度を上げちゃう人多いんだけど、スタッフにとっては結構迷惑。確かに、はい、僕がカズさんのお客さん、いや気が引けるちょっと荷が重いですですよね、はい、お客さんから見ても失礼に当たるのかなって僕は思います。なるほどですね。予約は断ってるわけじゃない、先の予約はあるか、断ってはいない状況で半分減らしてたっていう。半分減らしたっていうのも、ここだけの話、お客様には伝えてはない。伝えますね。あ、それは伝える、はい、3店舗になって経営忙しくなったんで、日中はそっちに時間取らせてもらいます。なるほど。ただ夜は出ますんで、形で枠が減っちゃってすいませんっていう話はしました。次の施策というか、はい、その流れで次は1週間で出ない日を決めた。1週間の中で5日か6日出てたわけですね。それ3日にしたその時カズさんは俺出なくてもいけるって思ってた時、いけると思ったんで3日にしようと。
なるほどな、はい、それもお客様には伝えて3日にしますっては言わないけど忙しいんで、うん、次空いてる枠がここになりますとかそういうご案内の仕方か、はいはい、単純に枠が減ってるだけですね。でも断ってはいないんです。確かに、ね、いつなら空いてます、はい、いかがですか、はい、いやちょっとって言われたら僕じゃないスタッフだったらもうちょっと早く対応できますがと。そこでちょっと引き継ぎというそこでご案内することはありましたね。超裏技だと思って裏技ですかね、はいはい、半分からさらに半分その期間でいうとどんぐらいの。とりあえずゼロになるまでは3年ぐらいかかってるんですよ。徐々にって感じではありますね、うんうん、時間を短くしてから3年ぐらいでも完全にゼロに、はい、3年ぐらいかかりましたね。かけましたねゆっくり。岡田さん的には時間さえできればよかったってこと、ね、まあちょっとずつ増えるだけで全然経営の時間取れましたから。その時って完全に引退しようって思ってたんですか。思ってはいましたよ。引退してでも経営ちゃんとやんないとっていう気持ちだったんで、うん、ですけどお客さんには言ってないんですね。そういうこと。断るのが一番失礼だと思う。引退しますっていうあれが僕一番失礼だと思ってて言ってないんですね。減点を減らす方法ですね。あ、そうですね。なんか最初1日の時間を半分にした、1週間の出る日を半分にして、あとは月に出る日を半分、隔週で出るようにした感じですね。最終的には月に 4,5 日しか出ない状態を半年ぐらいやったかな。他のスタッフでもいいでって流れた人もいるし、失脚もあったし、それでもカズさんがいいと言って3ヶ月待ちでも予約する人いたし、最終的に残ったのが 5,6 人だったんですよ。お半年以上かけて月 4,5 日を続けたんですけど、うん、それでもやっぱ残る人いて、うんうん、はい、その最後の残った人には一旦僕活動を休止させてもらいます、すいませんと言ってそれでゼロにしました。 5,6 人残った方はどうされたんですか。最終的にはスタッフが引き継いでくれました。店長陣とか信頼できるスタッフを紹介して、うん、未だに通っていただいているお客さんもいますよね。失脚もしたかもしれないです、ね、だから最後の5人に対しても引退しますとは言ってない。復帰するつもりはあるわけですよ。未遂で終わってますけど、はい、髪は切りたいですね実は、はい、地下の店舗新しくできたと思います。そう今年できました、はい、今日オープンなんですけど、はい、ハサミ置いてありました。俺やる気出してハサミだけ置いたんです僕突っ込もうか迷いました。カズさんのハサミじゃないって。そう俺のハサミもワゴンに設置してて。そうですよね。予約を開放すれば切れるんですけど、練習したいなと思って。あ、そうなんですね。そうですね。10年ぶりだとね、1回練習挟みたいな、はい、そうですよね、と思ってミニモとかで、はいはいはい、1回タダで切らしてもらって、実践してから復帰しようかなとか思ってますけど、はい、職人の私でさえも、はい、お正月明け不安ですもんね。あ、そうですか。1週間巻くだけで、はい、それは気にしすぎっすよ。10年現場離れてるとさすがにちょっと気が引けます。自信はあるんですけど、ただ10年前だし自信ない。慎重に時を見計らってる感じですね。そうですね、はい、引退しますとは言ってないし現役復帰するつもりでいるんで、休止期間が10年ぐらいになっちゃってるってだけです。超長い冬眠ですね、はいはい、お客さんにはねたまにメッセージ来るから、SNS とかでそろそろ復帰しないんですか、ネタっぽくなってますね、言われますね、はい、たまに。すごい、はい、っていう状況でゼロにしてますね、はい、休止中ってことですね。引退ではない、サロンワークゼロではあるけど引退したわけではない。なるほど、はい、結構リアルなお話伺えたんです。そう僕はね断るっていうのが一番失礼かなと思って、うん、断ってはいない。なるほど、カズさんの人柄出てるなって思いましたけどね、うんうん、そんな流れでゼロになってますけど、うん、引退はしてません、はい、それが結論。結論です。そうですね、はい、いずれ復帰します。脱職人というかもう休止職人みたいな、はいはい、職人は休止中です、ね、ありがとうございます、はい、でもそうするとカズさんのように脱職人したい方は脱職人アカデミーってことですね。そうですね、現場を減らすためには、はい、いろいろ経営者としてやっていかないといけないんで、ね、そうですよね。さっき言った料金改正を同時に僕もしましたし、それでスタッフの売上が上がるのを確認して退いていく。なるほど、そういう流れをちゃんと取ってほしいんで、そのノウハウに関してはアカデミーの動画の方で学べますんで、ぜひ概要欄に公式 LINE がありますんで登録してみてください。よろしくお願いします、はい、そんな感じで、はい、ありがとうございます、はい、この動画が参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。